お久しぶりの投稿です。転職してから本当に忙しくて動画を作っている時間が本当にありませんでした。特にお盆中は激務で朝6時から夜8時まで働いていました。休憩は30分ぐらいしか取れず、休みの日は1日中ベッドで寝込んでいました。昨日は急に足が痛くなり、立つことも歩くことも辛くなったので、今日はお休みをもらって病院に来ています。さすがにずっと立ちっぱなしはしんどいです。お盆ど真ん中でなんと社員が仕事をすっぽかす大事件があり、現場はわたわた、多くの人が尻拭いをすることに。ただでさえ忙しいのに、やってもやっても仕事が終わりません。お盆の朝食バイキングは400人以上来ます。一人抜ければ現場はパンク。お客様をどれだけ待たせたかわかりません。学生さんたちの協力もありなんとかなりましたが、次回こんなことがあったらたまったもんじゃありません。ただでさえ人手が足りず、バイト頼りの現場なのに、夏休みももう終わりに近づき、学生さんたちはもうすぐ学校に戻ります。黙って仕事をすっぽかして謝罪もないなんて、社会人としてどうなんだと思いました。最後の掃除を一緒にしていた高校生も呆れ顔。このすっぽかした社員は支配人の息子さんなんですよね。それを高校生に言ったらどう思うだろう。とりあえずこんな大人にならないでねって言ってしまいました。お盆も過ぎて多くのスタッフが疲れ気味、自分も病院に行くためにお休みをもらってます。バタバタで忙しくてNISAやっているのに、歴史的株価ニュースも対応できず、確かに下落はすごかったのですが、その後の上昇は凄まじく、動画を作る頃には投資信託を1割ほど買い増しすることにしました。収入があるうちは投資信託は絶対に売らないこと。長期目線でほっとくのが一番。今日の時点ですでに25万円稼いでますし、寮費5000円と言われたのになぜか徴収されず、毎日自転車出勤で通勤費ゼロなのにちゃっかりバス代もらってます。なので生活費は全然問題ありません。今のうちにNISAにお金をできるだけ突っ込んでおきたいものです。でもそろそろ地元に戻りたいな。いくつか仕事を応募してますし、面接も控えてます。体調を整えて面接に備えたいです。